はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。今日はね、久しぶりに番外編ということでやってみたいと思います。で、これです。 EMG 素材があったので、もう最後なのでね、星7作ってみました。これ撮ってる方、動画撮ってる方少ないのでね、撮りたいと思います。で、実はこれのね、スコープを使った時に結構楽しい感じだったので、楽しいっていうのが、キル取れるとかそういうんじゃなくて、絵面が非常に楽しい感じだったので、ぜひね、番外編で撮ってみようと思って、撮りましたね。スコープ使うところね、見といてくださいね。なかなかね、キルは取れないんですけど、とりあえずこれで1キルかな。はい。で、まあキルは取れないけど、まあ珍しい武器ということで、完全にこれ多分アフパル1のネタ武器じゃないですかね。これ以上キルが取れない武器っていうのはないですよね、多分。これをね、ずっと素材を置いといた理由はね、そのうちいつか調整が入ってめっちゃ強い武器になるんじゃないかと、かすかな期待を持ってね、持ってたんですよね。MAR とかがね、もともとめっちゃ弱かった武器がね、今ではもうかなり強くなってるじゃないですか。なので、ああならないかなと、わずかな期待を込めてたんですけどね、結局最後までなりませんでしたね。で、これ引き継ぎで、まあ武器が引き継げるかどうかはわからないんですけど、一応引き継ぎの手続きはしますけど、運営さんがね、引き継ぎをどういう風な形でするかわからないので、武器が残れば使いますけど、はい、これですね。はい、弾がめっちゃ見えるんですよ、スコープ使うと。で、スコープがね、連射武器なんで、普通の武器下打ち、ありがとうございます。普通の武器みたいなスコープを想像してたら、もうまさにランチャーのスコープで、これ飛んでるところがでもめちゃくちゃですよね。これ全然スコープの中心に飛んでるのかなっていう感じで。で、さっきの話なんですけど、武器がね、このまま引き継げるなら、まあ使っていけるんですけど、まあでも運営さんの手間から考えて、この個人のね、アカウントをそのまんま再現するっていうのは非常にね、大変だと思うので、まあ何らかの引き継ぎ特典みたいな形でもらえるのかなとも思ってるんですけど、まあ、その辺はわからないですね。新しい運営さんに期待とさせていただきますかね。まあ最後ということで、最後ってこの間最後で撮ったんですけど、このスコープのこれだけね、ちょっとどうしても使った時見ていただきたかったので、番外編ということでね、撮りました。またね、アフパルの今のサービス終了になった後に、新しい運営さんからね、どういう形でアフパルが引き継げるかまだ分かりませんけど、まあね、また新しく始まったらね、このドナドナ、よっくんドナドナシリーズ動画まで復活したいと思いますので、またね、それまでしばらくお待ちください。これで、あとはもう多分キル取れないかな、3キルぐらいだったかな。あんまキル取れなかったんですけど、あんま取れなかったというか、これ何回使っても取れないんですけどね、星7だろうが、もう何だろうが、もう全然 EMG は EMG っていうことですね。もうこれは本当にネタ武器でしたね、最後まで。いくら頑張ってもキルが取れない。アシストはまあもらえますけどね、アシストはもらえますけど、これ間違えてね、メインで言ったんでね、この後キル取れたのかな。あ、キル取れましたね。で、これリロードもめちゃくちゃ遅いので、あ、ちなみにこれ防具は足にマンティコアのマンティコアの星5のパンツでポータブルアップつけてますね、ランチャーの。それに上はもうヤギーで、一番軽いやつなんで、これスケートできてますね。で、これをね、リロードアップつけるとスケートできる装備がなかったので、もうこのヤギにしたんですけど、これでリロードアップがあればまた多少はリロード早いので、まあでもどちらにしてもキルはそんな取れないですよね。はい、もう終了ですね。これ番外編見ていただきました。一戦だけですけど。はい、ということでね、今日の動画この辺で終わりたいと思います。新運営さんに引き継がれて、アフパルがまた再開したらね、また動画再開したいと思います。まあね、どれぐらいの
期間になるかわからないですけど、まあ、11月ということなので期待して待っておきたいと思います。では この辺で終わりたいと思います。お疲れ様です。